アバディーンのウェルカムサインには、ニルバーナのヒット曲、カム・アズ・ユー・アーのタイトルが付されている。アバディーンは、アメリカ合衆国ワシントン州西部、グレーズ・ハーバー郡に位置する都市。郡庁所在地ではないものの、郡内では、最大の人口を抱える都市であり、西隣のホーク・ウィアム、東隣のコスモポリスの領主と合わせて、軍の経済の中心になっている。 人口は16,461人。アバディーンはオリンピック半島への入り口と呼ばれている。またニルバーナのボーカルリードギタリストのカート・コバーンを生んだ地としての知名度も高い。またベーシストのクリス・ノボセリックはアバディーンで少年時代を過ごした。コバーンとノボセリックはこのアバディーンの地で出会い、後にニルバーナとなるバンドを結成した。 それゆえ、アバディーンは、グランジのふるさとと呼ばれている。また、アバディーンは、レディー・ワシントン号のレプリカが、本拠地としている港町でもある。このレディー・ワシントン号は2003年に公開された、映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちにおいて、劇中に登場する架空の船、インターセプター号として登場した。アバディーンは1884年に、 サミュエルベンによって創設され、1890年5月12日に、正式な市となった。地元の酒の缶詰工場の立地が、スコットランドのアバディーンのそれと似ていたことから、この町は、アバディーンと名付けられた。現在でこそ、グレーズハーバー沿岸では最大、かつ最も名の通った都市になったものの、初期のアバディーンは、近隣のホーキアームやコスモポリスに遅れをとっていた。 1884年に a j ウェストがこの町に最初の製材所を創立させた頃には、ホーキアムやコスモポリスではすでに都市としての活動が始まっていた。グレーズハーバーに停泊する蒸気船1900年頃ノーザンパシフィック鉄道が延伸されることになった頃には、アバディンとその周辺はそのターミナルとなるものと期待されていた。しかし、鉄道は コスモポリスを素通りし、西のオコスタへと向かった。そこで、アバディーンとホークヤムの市民は共同し、町に鉄道を敷くべく立ち上がった。こうして1895年、アバディーンには、ノーザンパシフィック鉄道につながる支線が開通した。1900年頃、アバディーンには酒場、売春宿、カジノが立ち並び、町は大いに賑わっていた。 しかし殺人などの犯罪率も高く、それ、ゆえ、太平洋の地獄への入り口、迷い込んだ男たちの港という異名もとっていた。その中でも、特に悪名高かかった犯罪者の例としては、ビリー・ゴールの名が挙げられる。ゴールは1913年殺人罪2件で有罪とされたが、 実際には140人以上を殺したとも噂されていたしかし繁栄は長くは続かなかった。1929年の世界恐慌によってアバディーンの街は大きな打撃を受けた。それまでは37カ所の製材所が創業していたが、世界恐慌後には9カ所に激減にしてしまった。それでもアバディーンでは製材が行われ続けたが、1970年代に、 入ると、周辺の木材資源はほとんど枯渇し、1970年代から1980年代にかけて、ほとんどの製材所が閉鎖に追い込まれた。一方、産卵地の環境悪化や、川への泥の堆積により、鮭の漁獲量も減少し、製材業の衰退によるアバディーンの地域経済の衰退に追い打ちをかける形となった。それ以降、アバディーンは、 産業の多様化を図ってはいるものの、アバディーンを含む、グレーズハーバー沿岸の多くの市町村の地域経済は、依然として、業業と製材業に大きく依存している。右上、ワシントン州における、グレーズハーバー郡の位置左、グレーズハーバー郡における、アバディーンの地域アバディーンは、北46度58分33秒、整形123度49分7秒。 北46.97583度整形123.81861度、46.97583-123.81861 46. に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、アバディーン州は総面積31.5、警平方メートルである。そのうち27.5警平方メートルが陸地で4.0キロ平方メートルが水域である。 総面積の12.70%が水域となっている。市の中心部の標高は7メートルである。アバディーンは、ワシントン州西部に突き出たオリンピック半島の南西の付け根、グレーズハーバーという三角港の湾をに位置している。通常、三角港の広廃地は平地であり、それゆえに大都市が発達しやすく、港も貿易港となることが多いが、アバディーンの場合は、 高配置が山勝ちであるため、そのような特徴はあまり見られていない。アバディーンの中心部は国道12号線がアメリカ西海岸を縦断する国道101号線と合流する国道12号線の西の起点となっている。アバディーンの市街地はこの合流点を中心に東西に約4トル、南北には約1 5トルの範囲に収まっている。アバディーンは 州都オリンピアからは西へ約 80km、タコマからは西へ約 125km、シアトルからは南西へ約 175km に位置している。アバディーンの気候は、井戸の割には温暖な冬と、冷涼な夏に特徴づけられる、気温の年角差の少ない、海洋性の気候である。夏の降水量は少ないが、 同じ太平洋岸のカリフォルニア州と比べると乾燥の度合いはそれほど強くはない。冬は非常に降水量が多く月間250ミリメートルを超えるが降雪量は月間5から7センチメートルほどであり降水量の多さの要因は降雪によるものではないことがわかる。年間降水量は1900ミ、mm、リメートルを超える。の気候区分では 西岸海洋性気候に属する。ありがとうございます。